小説。明治38年3月5日明治39年11月22日に読売新聞で連載された。1905年10月から1906年11月に春、夏、秋の三巻春陽堂観光。男性大学生、関金谷と女性大学生、小野修との恋愛を描く。関に当時の青年の姿を映したとして高い評価を得た。 クオンの美に憧れていた、文科大学一年生、関金也は25歳、友人で、陸軍少尉の子を裏側男の妹で、聖女大学生その絵を通じて知った、美しい世のシゲルと恋に落ちる。金也は、理想主義者で、個人主義者、シゲは、彩色兼備だが、内気、その絵は、文芸趣味があり、金也に恋している。金也は自作の詩の聖書をシゲに依頼して、 接近を図る。ますますシゲに思い焦がれて、故郷に学問がつまらなくなったので辞めると知らせ、養母が驚き、巨根を連れて、状況、退学を思いとどまらせる。金谷は、健康を損ねて、調子にある、高浦井への別荘に西洋に行き、そこに訪ねてきたのがその糸シゲ。金谷は、別荘の裏の林の中に、シゲを誘い、告白する。シゲは最後には、 受け入れるが、金谷の言い名付けのことを言うと、恋と結婚、恋と家庭は別だ。この関係は、恋のための恋だという。三年後、金谷は落第し、主家は、聖女大学を卒業する。金谷は,は、帰省前に、大森の旅館に、主家を呼び、数日を過ごす。聖女大学の社官、二宮節子は、主筋の北光寺施爵との縁談を主家に告げる。金谷は上京し、 しげは縁談を話し、金谷に、言いな付けと結婚するように気を引くが嫌な顔をされた。しげの妊娠が発覚し、金谷に相談するが、金谷は責任を取って結婚しようとはしない。しげは、医師から薬をもらい、打退し、ことが発覚し、しげは取り調べを受け、金谷は投獄される。二年後、金谷は出所するが、衰え、情熱も活気も失せて、全くの別人になっており、 茂もまた同じである。今や、その絵は北高寺死爵と、即男は死爵の妹と結婚している。金谷と茂の生活は寂しい限りで、茂は女学校の教師になるべく、満州に渡ることにし、金谷は故郷に引っ込む。茂は金谷から、いいな付けの死亡を知らされ、死んでしまいたいと言ってくる。シは、あの人は死なぬ、と思い、金谷の死の中の枯れた花を、 窓の外に捨てる。ロシアのイワンツルゲーネフのルージンの影響があるとされ、小りのロマン主義から自然主義への転換期を示す作品であるとされる。ありがとうございます。